さあこんにちは、戸塚さん。ついにですね、はい、ファイアワイヤーから話題のロブマチャドモデルが出るという。そうですね、はい、来ちゃいましたね、はい、2モデルあるんですか？2モデルあります。教えてください。はい、まずこちらの手に持っているものがクリーパーというモデル。クリーパー、はい、はい、こちらの方がモデルのコンセプトとしては、以前あのアルメリックさんの方で乗っていた、ビスケット。お、ビスケット、うん、あの一番人気だった。そうですね、ビスケットが、はい、彼が、乗りやすい、もっとさらにパフォーマンスしやすいようにリシェイプしたビスケットの進化版なんですか？そうですね、クリーパーって、はい、すごい。なんでアウトラインもすごいビスケットにすごい似てるような形にはなりますね。あ、そう言われてみると、そうですね、はい、全体的に少しぼってりしたような感じなんですけども、パフォーマンスできるようにレールはすごい薄くなっています。本当だ、薄いです、はい、皆さん、はい、これはレール入りますよ。そうですね、これもすごいあのパフォーマンスから長めに乗ってもらえればゆったりしたサーフィンももちろんできますので。実際これマチャドが乗ってたんですよね、うん、そうですね、はい、彼が乗ってるあのサンプルボードになります。すごい、はい、このサイズいくつですか？これが58になります。58なんですか、うん、彼もそれを乗ってるんですか？ただですね、これも58の方が少し大きめだったみたいで、はい、マチャド自身は56の、56、はい、あの身長で。そうですね、すごいな、はい、やっぱ日本人も56ぐらいがおすすめですか？56以降がおすすめですね。以降、はい、へえ、結構短めなんですね、はい。56前後で皆さんぜひご検討いただけるといいと思います。そしてこちらがちょっとシャープな感じですか？そうですね、これが、アーモンドバターというモデルになります。アーモンドバター、はい、アウトラインは普通の、まあ、スタンダードなショートに近いアウトラインなんですけども、レールを見ていただくと、はい、少し、80s です。80s のボリュームのあるタイプのボードになってますね。なるほど、80s アウトラインってことなんですね。そうですね、80年代シェイプをちょっと匂わせるようなボリュームのある、はいはい、多分おそらくマチャド世代の方にはすごいたまらないと思います。なるほど、そんなショートなんですね、はい、でこのサイズが同じく、これが58になります。58、はい、これをまたマチャド自身、そうですね、なんかお家から持ってきたっていう話なんですけど、うん、あの彼の家からサンプルを、はい、持ってきました。なんで、あの高いのステッカーも貼ってありますし。ですよね、はい、デキパチですね。でさっき の, あの見てもらったクリーパーと比べると、アウトラインも本当にショートボードに近いので、まあ、スタンダードなショートボードもしくはあの、リッピングですねを好む方であれば、こちらのタイプの方がおすすめですね。かっこいいですね、この板も、はい、本当乗りやすそうですね。これもサイズはやっぱり56ぐらいが日本人にはおすすめですか？そうですね、56、58、まあ、あの偶数展開になるんですけども、はい、510、56、58、510前後ぐらいがおすすめになりますね。これは先ほどの板よりもちょっとショートボードっぽい感じですね。そうですね、はい、これ楽しみですね、はい、いつぐらいから？大体なんですけども2月前後ぐらいの発売を見込んでます。楽しみですね、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。